サーチセブンカップ。総勢8名のパチンコマスターが賞金10万円、そして己の威信をかけトーナメント方式で優勝を争います。実力と運を兼ね備えた者だけが勝ち残る完全自腹の定ま勝負。制限時間7時間、投資上限5万円など、実践ルールはご覧の通りです。サイツセブンカップ41回目となる今大会にもご覧の豪華な顔ぶれが揃いました。こちらがトーナメントの組み合わせ。すでにジマー K が4大会連続の準決勝進出を決めています。今回お送りするのは1回戦第2試合、ミネッチ VS 夏美。おはようございます、ミネッチです。実にね、3回ぶりの出場と、なるわけですが、相手が夏美ちゃん、まあ女性にね、僕結構弱いわけですが、いや番組の中で結構いつも惹かれるんですよね。はい、惹かれないこと、あとはぶちのめすこと、なんかいろいろね、使命がありますが、はい、とりあえず優勝目指して頑張りマックス。はい、4大会目の夏美でございます。私はですね、前回準優勝したんですよ。もう決勝でね、前半めちゃくちゃもういい感じだったんですけど、もうこんな尻下がりになっちゃってめちゃくちゃ悔しい思いしたんで、今回も絶対決勝まで行く気満々で今日は初戦を迎えております。で、初戦落としたことないから、まあ余裕の気持ちでいたんですけど、まあ対戦相手がミネッチさんということで、初めてもうガチで1対1で対戦するんですけど、まあやっぱりね、技術はお持ちの方でね、強敵だとは思うんですけど、たださっきですね、私より先にこのオープニングのこれを撮ってるんですよ。でそれ見た時にちょっとね、正直ちょっとドン引きしまして、この人には負けたくないなと思いましたんで、今日は頑張りたいと思います。ぶちのめす使命がある。今回戦いの舞台となるのは、さいたま市南区の MGM 浦和店。 JR 武蔵浦和駅より徒歩7分、埼京線高架下にあります。パチンコの設置台数は264台、持ち玉大移動、出玉の共有も可能です。最新人気機種はもちろん、リチパチも充実のラインナップ。各種情報は当店ホームページでご確認ください。サイツセブンカップ1回戦第2試合、キックオフ。おはようございます。さてさてさて、まずは、寝台から見ていきますか。さあ、寝台は、これですね、はい。ジャパン2金富士バージョンということで、基本はジャパン2、ゲージは一緒かなってな感じで、どうだろうな、ステージ性の次第で、結構戦えるかなって台ですね。よいしょ。おはようございます。どうしようかな。前大会では変態お兄ちゃんあなたのチェロスに敗れ、惜しくも準優勝に終わった夏美。ミネッチさん何打つんだろう。甘い機種狙ってきそうだけどな。そうですね、太鼓の達人もありな感じですね。はい、これも最近だとかなり甘い台ですよね。あともう一個、チラッとですね、地中海はもう本当お気に入り台ですね。最近よく打ちます。ステージの形がね、全く今までの海と違うんですよね。それこそ10年ぶりかもしれない、これぐらいえぐれたステージっていうのはね。だからステージに1個乗ったら止める、で干渉を防ぐことによって、かなり回ってくれることがあります。はい、できればライトミドルあたりで決めたいなって思ってるんですけど、AKB にしようかな、1,2,3 とりあえず、それでは私は AKB1,2,3 フェスティバルライトミドルで勝負していこうと思います。まずは初当たり早く取りたいので、私財布の中に2万5000円ぐらいしか本当入ってないことに今気づいてだいぶ焦っております。前半で2万5000円なくなったら私誰かに借りなきゃいけないです。なんで頑張ります。はい、
さあ選びましたのは沖海4ですね。はい、というわけで、まずはね、気になったのは右ですね。はい、右で回るかどうかわかんないんですけど、まあこの台に関しては結構あのゴム打ちがね効いたりします。あの中途半端な右打ちよりも、右に何て言えばいいんだろうな、ゴムの中でもいろいろあって、ここゴム打ちって言うんですよ、あの限界マックスに打つこと。この中でも一番右奥に当てちゃうと、ちょっとなんかね動きが悪くなっちゃうんですよね。なので一番右奥じゃないところ、この点、ここのレンク儀を超えたぐらいにね、ストローク合わせると結構あの、綺麗に球がね流れていってくれる傾向にあります。お、早速先読みが入りましたが、まあそううまくはいかないでしょうか。はい、ただまあ今のところねいい感じで回ってくれてますよね。このベースで回ってくれるといいなと思いながらね、はい、頑張りたいと思います。カメラ目線バッチリで意気揚々と沖海4を打ち始めたミネッチですが、はい、というわけでですね、ここで4500円打ち込みまして、93回転と、まあ、現状まあ20は超えてるわけですが、いやー下降気味と、はい、いうわけで、ここで移動したいと思います。ぶちのめすことなんかいろいろね、あのさあ2台目もですね沖海4と、はい、いうわけでですね早いところね定住したいところですね。早く見つけてね、のんびりどっしりと構えたいところです。どうだろうな。お、1回転目からリーチかかりますね。あの仰向けになりましたね今マリンちゃんが。ただここからねクラゲそして玉メイド発展してくれたらよかったんですけど、そうはいかず、1回転相撲できたら気持ちいいですけどね、年にね2回ぐらいはあるんですよね。はい、昨日もまああれですね、1日のうちで、ね、移動とかもするんでね、だから、まあ、平均 2,3 台は差あります。なのでその中でねやっぱり319分の1であろうとね年に2回ぐらい行きますよね。こんな感じでまあ、そう早い当たりですね、1万円以内に、ね、当たってくれたらいいかなって思っております。おっと、さあ走行しているぞ。さあウリンちゃん出現でね半分ぐらい当たるぞと、はい、そういった感じですね。さあマリンウリンダブル、さあからの、はい、しっかり余分が出て、まさかまさかですよこれ、はい、お座り6回転つぼとなりまし独り言です。マジかー嫌な予感しかせんが、本当にまあ怖いわ。あー、夏美ちゃんどうなってるんでしょうね。はい、僕はこんな感じです。頑張りマックス。さてその夏美は引き続き AKB123 フェスティバルを打ち込んでいますが、可愛くないし誇れるものは何もない。光の当たらない場所に逃げ出した。サッシーチャンスだな。いけ。何もかもが B 級。サッシーはここで転廃するのがサービス精神いいっぽいんですけどね。面白くて目が離せない。サシコの癖になんて言われるアイドルがかつていただろうか。なぜか引きつけられてしまう。サシハラにはそんな姿。ここでテンパイ、ここでいいよ、ここでいいよ。あ、行ったなぁ、行っちゃった。努力は結果を裏切らない。指原の快進撃、2013年の総選挙で。まあ一応チャンスではあるんですけどね。そして前人未到の3連覇を成し遂げた指原に、アイドル界のトップとして指原里奈はこれからも輝き続ける。あとチャンスアップしたいか。当たってほしいな。ちょっと弱いな、弱い方だな。あ、何色？うわー出たー。急すぎない？急すぎる。
好きだけどこういうの、そういうサプライズ好きですよ。私は大好物です。ありがとうございます。夏美、見事先生のゴール。あと入れるだけ、入れましょう。入れたらでかい。スタートから79回転、投資金額は5000円でした。さあ大事なのはここからです。3回転のチャレンジで大当たりをゲットし、ラッシュに突入することができるでしょうか。色変えよう、色変えろ。あ、ブドウチだった青か、全部青か。でも1テンパイ16シンプルしてこい。いやー微妙かな。あーとととといけるいけるかな。え、赤ボタン。いやー今日いけるな。勝つ日だ今日は。早くも勝利宣言の夏美。あんな変な人に負けたくないですね。ゴール。さあ右打ち中は 60% が10ラウンドの大当たりとなりますが、果たして。早くもノリノリ状態の夏美、幸先よく10ラウンドの大当たりスーパーフェスティバルボーナスをゲットです。スーパーフェスティバルボーナス。実戦スタートから1時間が経過しました。ここまで依然ノーゴールの変な人ですが、直前超洋国入りましたね。はい、いいですね。さあどの保留がチャンス保留なんだ。ここは先輩ならず。さあそして画面の方は黄色かな、あ緑か、緑へ変化した。ジュゴン3匹。さあここでリーチですね。ジュゴン3匹はリーチの合図です。さあここで赤パール待ちです。赤パール来い、カモン。あ、サンゴ勝利しか。はい、ちょっとなんか想像した展開と違いました。あそこは赤パールチャンスアップが欲しかったんですけれども、さあここでザクッと決まらないか。うまくいかない。ミネッチがスタートダッシュに失敗する中、順調に連チャンを伸ばしている夏美。もちろんラッシュの継続率はおよそ 80% あるだけに、まだまだ欲張っていきたいところですが。頑張れー、いったいった、次。頑張れ。あ、緑、まあ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 だな。まあでもいいですね、これチャンスもあるし。上り坂いいね。あ、ここでこれか。あ、そっか、あいいよ、しょ、赤ボタンはいいよ。ゴール。やっぱトロッコが一番好きだな。本当トロッコ一択です私は。あっさりと連チャンを5に伸ばした夏美。ここまでラッシュ突入後は全て10ラウンドの大当たりを獲得していますが、今回もスーパーフェスティバルボーナスゲットなるでしょうか。あーやばい部出てるやばい部が出ております最高か。絶好調、夏美の勢いが止まりません。これで10ラウンド大当たり4連発となりました。ありがとう。このねラウンドの偏りはありがたすぎる。さてここまで防戦一方の変人は、全部打ち込んで124、124ね、24-5のペースですね。このままならいいんですけどね。どうだろう、
22、3のね、それぐらいあったらいいなと思って座ってるんで、ね、こんだけ回ってくれたらラッキーですね。どうなるか。おっと、ダメか、発展戦の回。はい、走行してる間にね、よいしょよいしょ、さあ星の方は進んでいきます。じゃん、2枚目ですね。まだ気持ちに余裕はありますが、これ以上ね入れたくないところですね。うわー、やっぱダメだったダメか、からの開け開け、開かなかった、ダメでしたね。まあでも7連して7連して、まあ右打ち中は6回当たってますけど、6回中5回が10ラウンドだったんで、だいぶでかいですね。持ち玉が7500個あるので、いや結構ついてましたね今日は。ミネッチさんどんな感じか見に行こうかな。そもそも何言ってるのか分かんない。わ、海打ってる。お、生き海打ってる。あー、当たってない当たってない。あ、いいねいいね。珍しいですね。1個だけ電柱に食いつき、そして1個前のねへその保留で先読みしてたんで、ここはちょっとチャンスです。はい、エイ3匹で、リチャーテンの方ですね。はい、そんな感じで、さあここからスーパー行ってほしい。当たりゼロ当たりますかこれ。いやー、ホラちゃんさすがに弱いですね。多分3%ぐらいでしょう ね、 ですよね、はい、展開からして。そりゃそうだ。はい、夏美ちゃんはどうですか。私まあまあですね。まあまあ普通です。おう、普通普通。玉は出ましたか。あ、ちょっと出た。ちょっと出た、当たってるんだ。なるほど、僕はもう当たりゼロなんで、今投資の方が13,500。あ、さっき教えてくれるんだ、はい、何でも正直言います。なので僕は圧倒的不利ですまあそりゃそうだ。ただ逆境こそ楽しいですからね。え、何、逆境こそ楽しいですからね。追い込まれた時が一番楽しいですからね、これパチンコ。ミネッチさんが楽しいんですか、追い込まれて。楽しいです、はい。ド M なんですか。結構やばいですよ。いや、結構ヤバめのド M なんじゃないですか、はい、なんですよ、はい、よく引かれますカセちゃんも引かないと思うんでね、はい、怖いこの人ちょっと、まあ、楽しくやりましょうよ、やりましょう。じゃあちょっと深い海にはまってもらって、はい、ちょっと興奮してもらっていいですか、はい、こっちの方に行って。わかりました、じゃあ1000ぐらいまで行ってきます。あ、じゃあお願いします。1000まで行ってもまだ耐えれる台なんで、1000ぐらいで、はい、たら結構興奮するんじゃないかと思うんで、お願いします。どうでかいの、行きますよ、はい、よし負けるか、よし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 さあ冗談はさておき、そろそろ何とかしたいミネッチですが、もっと賑やかですね。熊の実寄ってきて、そしてただねタコが1杯しか寄りつかなかったのがねいただけないですが、タコね願わくば3杯欲しかった。ただここで泡か、おしゃあもらった、バッチこいや。さあマリー&ウリン、さあこんにちは、期待だ。もうこれはさすがに外せないですね。さあオクラゲ、そして流れるのは魚の群れだ。嘘つきましたね、すぐ具合悪いですね。いやそれでも全然当たる、来ました、クスーンやばいぞこれは投資が止まらない、投資が、あーヤバイク、ヤバイク周一郎ですハマリッキーまあ仕方ないバイク、ふざけんなよ。さて一方 AKB を続行の夏美は、他の台見てみますね。時短後わずか17回転であっさりと見切りをつけます。ちょっと塩切りにターボ移動してみます。あ、間違えた、間違えて、お金入れちゃった
間違った現金投資しちゃったはい、というわけで塩気にターボの方に移動してきました。結構ミネッチさん、まあ、当たってなければなんですけれども結構差があるので多分普通に1万発ぐらいの差があるので、まあ、アマデジで、まあ、アマデジといってもこれすごい爆発力もあるしさらには U タイムもついてるから、まあ、ハマりの心配もないということで、私前回の決勝でハマりの恐怖にちょっとねトラウマになってるんで、まあ、そういう意味でもちょっと固くいこうかなと思って移動しました。頑張ります。応援してます。さて引き続きおきゅうみ4に苦戦中のミネッチですが、左、右回、まあ、最低限アワーは保証され、さあここからいいよいいよいいよ、さあマリアのイルカちゃんリーチと、いやークラゲで止まってしまいましたが結構厚めのリーチです。さあこれは2番でもいい、全然いい。フグさんお願い、どこへ行くんだ、いくつハマるんだはい、そんな感じでもうちょっとね、あの2万円使い切ってしまうかなと、はい、そんな勢いでね、はい、ザクザクと投資しております。はい、サイトセブンカップ毎回おなじみ、はい、ザクザク投資、いやーどうにかなんないかなね、え、もう系投資でバーンと出てくれたらね一番いいんですけどね、これはしょうがない。 OK、 夏美ちゃんの尻を追っかけてね、はい、最後に抜き去りたいと思っております。ちょっと回んないんで、回んなすぎるんで移動します。ちょっと移動します。2000円分の弾を打ち込んで26回転、たまらず席を立った夏美は、誰かこれこっちの塩気人に移動しています。201番台、48回転からのスタートです。はい、ということで2台目のターボ塩気に移動してみました。これもダメだったら別の台にしようかなと思います。実戦スタートから2時間半が経過しました。ライバルの変人がハマっているうちにできるだけ差を広げておきたい夏美ですが、あーゲームスワーカじゃん、急にいて、私赤激アツモードにしてるんで、これはもう赤だし、しかもこれもう大丈夫だと思いますよこれたまんないね、びっくりした、本当何の何も来てない時に気づいたんで、これ嬉しいな、まだまだだな、ゼブラじゃんめちゃくちゃいい演出出すな今日、我ながら AKB もだけどなかなか出ないですからゼブラも、ワンちゃんかわいいね、かわいい、ございませんか、お実写、あもう100両いただきました、100両あたり濃厚ですね、ありがとうございます。赤もうモリモリ、まあ、1500個ぐらいトータルで使いましたね、まあ、全然いいですね。ゴール、まあ、当たってからが勝負の台なんで引き戻し頑張ります。大移動後60回転で3ラウンドの大当たり、出陣ボーナスをゲット。さあ大事なのはここからです。出陣チャンスに突入した夏美、40回転の時短中に引き戻すことができるでしょうか。うわびっくりした、最高、最高すぎるんだけど、今日どうしたんだろう私、これ時短のこのピークラほど嬉しいな、3点敗ですね、もうこの時点でもういただきですね、うわめっちゃ嬉しいんだけど、よしこれでボイスティー突入です、最高です、やりました、ピンフラなんで10ラウンドもいただきですね、ゴール、もう最高、最高です、ほぼほぼ投資
私追加投資分取り返しましたね、これで。だいたい引き続き絶好調の夏美、新仕置きクラッシュターボで大連チャンを狙います。はい、というわけでですね、かなり早い時間ではございますが、軍資金の方をね、前半分ちょっと使い切ってしまったので、ここで一旦ね、しまいたいと思います。現在ですね、相当なリードを許しておりますが、もうガンガン回ってますんで、はい、こいつなら、万発2万発、狙っていけるんじゃないかなと信じて、まだまだね、優勝目指して、はい、頑張りたいと思っております。さて、継続率およそ 80% を誇るクラッシュターボに突入した夏美ですが、終わっちゃうよ、終わっちゃう、やだ、なんで99分の1引けるのにダメですか。あ、まさかの即抜け、ダメだね。うわ、いや本当に連チャンしないんですよね、私この仕置きに本当しない。1回だけ、だいたい3連5連なんですけど、多いのが、まあ、3連かな。1回だけで、ね、なんか10連以上したことあるんですけど、本当に連チャンしないんだよな。スタートから2時間50分、ミネッチがノーゴールのまま軍資金の半分を使い切り前半戦終了。すでに勝利宣言も飛び出した夏美が大きくリードしています。いやー、笑いが止まらんねえ。どうしたんですか。いやいやいや、もう完全に僕の勝ちでしょ。え、当たったんですか。いやいや、当たってないけど今25ぐらい回ってんの。あ、うん、それすごいですね。いや、もう期待値で勝ってる。まあ、それはイコール勝ち、よし。いや、確かにすごいですね。え、そんなになんで回ってるんですか。いや、あの寝かせがいいの。あ、そうなんですね。寝かせが良くて、あのステージの球が結構綺麗に入ってくれる。あ、それいいですね。海でそれだったら。ちょっと秘密だよ、あの右打ちしてる。あー、さすがですね。ガチっぽい感じですね。はい、そんな感じで。確かにちょっとそんだけ回ってたら怖いんですが、はい、まあでも定まかなりありますよ。うん、え、そんなにあります。結構あると思います。結構ある。え、ぶっちゃけ今どれぐらい浮いてるんですよ。私今、はい、2000発ぐらい、6000発ぐらい浮いてます。可愛くないな、それは。顔は可愛いけど出玉は可愛くないな。結構あります。だって僕2万5000入れてるんで、やばいですね僕。ちょっと万発ぐらい、万発で届く、万発以上、いや以上必要ですね。はい、いやちょっと焦りがありますけどね、あの大丈夫ですよ。大丈夫ですか。はい、期待値はもういつもあの裏切らない。僕ね、大当たりとトークだけはやっぱボロボロですけど、はい、はい、でもね、この勢いで頑張りマックス。完全引いとるじゃん。ねえねえねえ、頑張りマックス好き。あ、好き好き。本当に、うん、イコール僕のこと好き。いや、それは違う。それはイコールじゃないよ。よし、楽しんでいこう。ちょっと楽しかった。来たぞ、私も。頑張りましょう。よし、頑張ろう。頑張りましょう。よしよしよし、上げ上げでいこう。ざけんなよ。次回のサイトセブンカップは1回戦第2試合、ミネッチ VS 夏美の後半戦。天才パチンカザ・クレイジーと美しすぎるチェロスの妹、超絶パチンコバトル、衝撃の結末をドンメセッジ。サイズセブンカップ1回戦第2試合後半戦キックオフ。さあ、後半戦がスタートしました。というわけでですね、現在まあかなりの差がついてしまっているということなんですけれども、いやいや、あのかなりいい台をね、積もることができましたんで、こっからですよ。こっから挽回していこうと思います。さあ、早速ストロークの方は、はい、忘れずに右からスタートします。はい、というわけで後半なんですけれども、前半に引き続き仕置き人ターボでやっていきたいと思います。まあ、ちょっとミネッチさんの台がすごい優秀すぎてびっくりしてるんですけど、まあ、まあ当たんなきゃ意味ないと思うので、当てられちゃったらその時考えます。引き続き私は持ち玉もあるんで、これで固くいきたいと思います。さあ、前半戦はまさかのノーゴールに終わったミネッチ、まずは一発ゴールを決め、悪い流れを断ち切りたいところです。
で、今ね、クリーンチャージということで、電柱保留ですねの状態なんですけれども、今ね、ここへそ保留ですね、へその状態で加速前兆の、予告というかなんというかね、はい、煽りが来てたんで、なのでこの電柱保留を全て消化し終わった後にもしかしたらね熱い展開が待っているかもしれない、そんな感じですね。さあこの辺のはどうだ、ああこれは外れてしまったけれども次がチャンスだですね。はい、加速前兆からの青のままでしたけれどね。さあここで出るのはマリンちゃん。さあマリンちゃんリーチへと行ってみましょう。あわよ国だったのはちょっとね頼りないところではありますけれども、さあしっかりねチャンスを形に変えていただきたい、お願いよ。どうだ、来た、ごめんね。はいよ、はい、後半戦もこんな感じでございます。はい、ただいま600ちょいですね。はい、2台目なんですけどこれがね、600ちょっとね回したところです。そろそろ頼むよ本当に、マリンちゃんサムさんね、いろいろ出てきてください、お願いします。さて一方、前半戦に引き続き使用機人ターボを打ち始めた夏美ですが、ちょっと移動します。ダメだ、ちょっと一回 見に行きます、ね、後半戦スタートから30回転回したところで早くも席を立ちます。一応ミネッチさん、ミネッチさんのちょっと自滅待ちをちょっとしてるんで、できれば当たりやすいやつで行きたいんですよね。はい、ではちょっといろいろ移動してますけど、仕置きにはちょっとやめて、地中海の89分の1のやつですね。これ結構壺にはまるとそれこそ一撃7000発とかも出る台なんで、結構夢のある台でもあります。あんまりこう弾も使わず一撃性もあるっていう意味で、まあちょっと頑張ってみようかなと思います。おー、海モードでこのピンク真珠は結構熱いぞ。いや全然あるぞ。頑張れ、泡こい泡こい、泡じゃない泡じゃない、魚群魚群なんで泡ってたんだ。いやでもちょっと魚群来ないな、微妙かなあ、目も変わんないし、あれ微妙か、あー悔しい、魚群だったら当たってたかもしれない。後半戦スタートから40分が経過しました。依然ノーゴールのミネッチ、投資がかさむ前に何とかしたいところですが、お、あず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 、さあ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 、熊の実のね、このなんて言うんでしょう、化石のような色をした熊の実、さあこれはチャンスだ、さあお願いよ、ノーマルあたりあるよ、お願い、走れ、なあなんでだよ、あまだいる、おっとこれは来たか、岩の変動じゃなかったのか。さあこれスーパーリーチが欲しいところ、あーからのクラゲからのもう一回欲しい色、これは頼むぞ、よし流れた、よしもらったもらった、しっかりね、リーチ前にチャンスアップも入っていた、よしゴール。本日初当たり、やりました、とりあえず嬉しい、よっしゃーラッキーよー。大移動後730回転、投資金額はジャスト3万円でした。さあ勝負どころだ、絶対左、こっちのパクパクチャンスより絶対こっちの方が楽しいんですよね。よし、さあ熊の実がこれも重要だ、お友達は今のところ1人、ここで友達が増える、増えない、
これはまずいパターンだ。せめてね、宝箱あれよ、まあ、ないパターンほんと悩ますからね。カモン。うわ、残念ながら確変昇格はならず。さあミネッチ、ここで落ち込んでいる場合ではありません。100回転の時短中に引き戻すことができるでしょうか。うわ、ただマリアンのイルカリーチ。さあこれは持ってるぞ、取りゃ。いやダメか、今度は魚群が欲しかった。でも全然全然当たるリーチ、このリーチは強い。よっしゃしゃあゴール、ありがとうございます。逆転の目が出てきました。よっしゃうれしいな。確変大当たりを引き戻し、発狂寸前のミネッチ、さあ反撃開始です。逆転の目が出てきました。タイムリミットまで残り3時間となりました。大移動後182回転で後半戦最初の大当たりをゲットしていた夏美は、お頑張れ、おい頑張って頑張れ頑張れ頑張れ、おいなんでなんで出ないんだ教訓が。教訓出ないとダメだ、あと2回。初当たり後の ST20 回転以内に大当たりをゲットできれば継続率およそ 78% の地中海チャンスに突入となりますが、チャンスらしいチャンスもないままラスト1回転。あっさりと終わってしまいました。残念ながら単発終了です。いやーちょっと悔しいですけどね、魚群が出ないですね。また一からです、これで。さてそんな中、5連チャン目で時短に突入していたミネッチは、いやどれだ、さあどこまで行く。加速、今青まで来ましたね。エフェクトが緑に染まった、いいぞ、これならある、全然ある。流れる魚群だ、お前かクラゲさんだ。いやクラゲはいらなかった。いやあれもショックです、もしかしてって感じだったんですけどね、うん、うおお姉ちゃん、よしお姉ちゃんじゃない、妹よ。さあこれチャンス到来だ。さあそして最後のジャッジメント、さあ流しましょう。ごちそうさま、よし来てます。ありがたい、しかも流れた、学園昇格、よっしゃゴール。さあこれで見えてきましたよ、目標の10連チャンがね、これで6連チャン目です。よっしゃクレイジーですちょっと私調子が悪くなってきたんで心配なので、ミネッチさん見に行きます。あ、え、8? 8回ついてる、嘘でしょ嘘でしょ、イエイどうや、めちゃくちゃ出てるし、もうすぐ満発です、すごー、はい、私やばいですよ、私やばいです、やばい、順調に減ってますよ。え、そうなんだ、じゃあ差は縮んでますね、今ね。ちょっとこれやばいっすね、はい、徐々に縮まってます、すごいっすね、なかなかこんな連チャンしないっすよね。思いが、パチコヤの愛がね伝わりました、ようやく。なんだよ、嬉しい、これやばいな、嬉しいさ、ガオー、ちょっと余裕が生まれてきました。じゃあ戻ります、戻ります楽しいさ、ガオー、戻ります
楽しそうだな。ガーでも本当やばいな。だって一万発でしょ。どうなんだろう、3万5千円ぐらいかな、使いが。多分私とそんな変わんないな。全然展開次第でまくられますね、多分。まあどうしましょうね。これ悪くないんですよね。どのぐらいまで続くかですよね、ナンパの後。これもなんかハマっちゃうと結構出るからな。引いちゃえば結構出るから、もうちょっとこれで様子見ます。ちょっと逆転された可能性あるんですけど、差が開いたらもうちょっと3000発4000発開いたらさすがに移動しますけど、これも全然ポテンシャルあるんで、もうちょっとだけ様子見ます。これでまだ時間あるんで。というわけで地中海続行の決断を下した夏美は、飛び超熱い、来た、激熱、来た、笑ったでしょこれ。来たでしょ、大泡です、大泡。よし、これで入れたいですね。ゴール。続行の決断からわずか8回転で後半戦2回目の初当たりをゲットしました。さあ今度こそ地中海チャンスに突入したいところですが、ラスト、あーリーチかかんない、いけないと地獄なんだ。このスペックは時短もないし、いや調子悪いな。後半こんなにも違いますか、前半と。天国と地獄みたい。タイムリミットまで残り2時間となりました。 ST 終了後55回転で後半戦3回目の初当たりをゲットしていた夏美ですが、ノーリーチなんだけど。あー初リーチ、あー熱い、熱すぎる。お願いだよ、これはこれ当たるでしょ、 ST 中だし、あー炎目だし、もう大丈夫でしょこれは。うーよかった、ぶんだ、ゴール。いやよかった、危なかった、やっとだ。3度目の正直でようやく地中海チャンス突入を決めました。ST20 回と時短が80回ですねっていうボードに突入しました。とりあえず ST 中にまた当てたいですね。できれば、ま、奇数図柄当てたいですね。今日4ラウンドばっかりなんで。さあそして対するクレイジーボーイミネッチは、さあというわけでですね、結局ね、12連チャンよりですね、出た回りだと11連チャンと、はい、かなりでかい連チャンになりました。いやもう最高に気持ちよかったです。実質11連チャンを達成したミネッチ、この大きな一撃で1万5000発近い出玉を獲得しました。さてそんなこととはつゆ知らぬ夏美、苦労の末に突入した地中海チャンスでしたが、 ST 中当てられない。いやでもな、あまりにもしょぼい3連チャンで終了となりました。まあでも時短80回は相当ありがたいんだよね。まあ一応今回の連チャンで1000発ぐらい出ましたね。まあもうちょっと出てもよかったな。さあ大逆転に成功したミネッチですが、その差はわずか。油断をせずに追加点を狙っていきたいところ。おっと激しい天候がやや荒れ出したかなと。さあ来い、おーいいですね、夜になりました。さあ来い、カモン、
モダンブシ来た。よし、いいぞ。ひらがんのがいこれ。うお、出ました、ハイビスカス魚群です。ゴール。時短終了後117回転で本日2回目の初当たりをゲットです。やったぞ。さあ今回も時短中に引き戻し、さらにリードを広げたいところですが、おっと、夜、よし。さあこの電サボ時短です、あの終了間際でまさかまさかの大チャンス到来。さあこの大チャンスを生かすことができるのか、来い、ピタッといっちゃえ。いやー、なんか4番ぐらいだったらボコッと止まりそうなね、そんな気がしたわけですが、いやー、そううまくはいかずということで、ここらでね電サポを抜けちゃいそうですね。最後までね、やっぱあの丁寧に打っていきたいですね。よし、結局単発でした。ふう、よっしゃ。というわけでね、まあ、単発ではありましたがしっかりね1万5000個をね突破してきました。ほら嬉しい。というわけで単発でしたが、夏美さんの状況をね、もう一度見てみたい。あーごめんなさい、もう一回始めます。ここで夏美さんの状況を見に行ってまいります。よいしょ、楽しいさガー。さあいよいよ残り1時間となりました。時短後54回転で後半戦4回目の初当たりを引いたものの、これまた単発に終わっていた夏美。あれ、え、立ち膝どうしました。はい、夏美先輩、残り1時間でございます。はいはい、僕1万5000発まで行ってしまいました。え、1万5000個持っております。あれ全然減ってないじゃないですか。減ってない、また単発で増えました。はい、はい、なんだよもう、危機的状況だと。はい、それは先輩にお伝えしに参りました。はい、ありがとうございます。はい、ずっとあれ打ちます。はい、僕は打つつもりですよね。はい、ちょっとなんか怖いんですけど。何その武士みたいな報告の仕方。隠し玉とか持ってないですよね。持ってないですよ。そうですよね、大丈夫ですよ。バンバン殴り合いましょう。まあ頑張りましょう。頑張りましょう。頑張りましょう。移動しますかね先輩。どうでしょう。なんでそんな報告をしてくれるんだろう。移動する気がすんな。多分緑に沖海に来る気がする。そうか、変わらずか。まあでももう1時間だもんな。でこれ結構回るんですよ。今23くらいあるから本当は移動したくないんですよ。どうしよう、ギリギリまで移動したくないですね。一応まあ時間ほんとギリギリに当たっても、まあ、レンチャーは取れるんで、そんな焦って移動してなかったんですよ。だからでもな、また当たり取られたらやばいもんな。大いに迷いつつも地中海を続行する夏美ですが、いやまあさすがにちょっと展開が悪すぎて当たらないかもしれないし、次 ST 中に当たるとも限らないので、まあ、結構いい台なんですけど、まあ諦めてスペック上げてきます、移動します。というわけで夏美、ここでやむを得ず泣く泣く大移動を決断です。さて一方、このまま逃げ切りを図りたいミネッチは、お、これあるぞ、お、超えてきた、マジか。
こいつは油断した。そしてここは無駄に打ち出さない方がいい。知ってる。入らないから。お気に入りの場合は一体止めた方がいいです。つうわけで、突然学園、ゲッチュでございます。はい。やりました。そして何やらね、ちょっと動きがあったみたいです。いや、夏美ちゃんが、新奥の渦を移動してきましたよ。はい。みたいな感じで、ちょっと面白くなってきましたね。バチバチなバトルが見れるんじゃないかと思います。さあ、残り1時間切ってるんでね、ラストスパートです。はい、もう最後の賭けで無双に移動してきました。なんかどうやらミネッチさん、なんかさっき見たら、またなんか木片当たってて、どんな引きだよって思って、ちょっと、ミネッチさんの全てに今引いてますね。もういろいろと性格とかもね、含め、はい、ちょっと、すごい人と対戦になっちゃったなと思うんですけど、まあ、何が起こるか分かんないのがパチンコなんで、私は最後まで諦めずに頑張ります。さあ、夏美から完全に嫌われてしまったクレイジーボーイ。ここで連チャンを伸ばし、ダメ押しといきたいところでしたが、残念ながら実質単発で終わってしまいました。というわけでですね、はい、最後にね、もう一発当てることができたと、ね、もっともっと伸ばしたかったわけですが、いや今日ね、一日振り返ってみるとね、めちゃめちゃしんどかったですね。もう圧倒的大差、ね、そこからのね、まあ、依頼を積もり、ね、しっかり、これだけ回して、結果を出すことができました。プラスで終えられたのがとにかく嬉しいです。というわけで、ここで終了させていただきます。どうもお疲れ様でした。というわけで、一足先に実戦終了のミネッチ。最終出玉はご覧の通りとなりました。さあ、一人残されるという屈辱的な展開となってしまった夏美。なんとか一発ゴールを決め、メイクミラクルに望みをつなげたいところ。おお、これラストチャンスじゃないですか。2分前、かわいい、カットインさえくれば。キサキ、キサキ、ごめんか、ごめんか、ボタンなんか変わる。ダメだった。これで当たればかっこよかったけどな。あー、ダメか、悔しいな。あー、で初めてドキッとしました。最後まで希望を捨てず、懸命に球を打ち込む夏美でしたが、タイムズアップ。はい、最後の最後まで諦めずに北斗無双で粘ったんですが、もう時間も来て、しかもぴったり持ち球もゼロになってしまいました。後半で全部7000発以上あったのがなくなってしまって、結構へこんでるんですが、まあ、しょうがないですね。もう今日は完敗ということで、結構納得いってすっきりはしております。はい、お疲れ様でした。前半戦はノーゴールで敗色濃厚に思われたミネッチでしたが、おきゅうみ4でクレイジーな実質11連チャンを達成、大逆転勝利で初戦突破を果たしました。よっしゃあまあそうなりますわ。いや、やりましたよ。いや、なんか午前中の時はそのテンションにもドン引きだったんですけど、はい、今そのテンション見たら、まあそうなるわなって、ちょっと納得しちゃった自分が。そうか、テンションの差か。こんばんワイルドー行ってみて。え、こんばんワイルドー。ちょっとはいはい、帰りたいですもん。帰りたい。それでは最後にトーナメント表を確認しておきましょう。1回戦第2試合はミネッチが夏美を下し、5大会ぶりとなる準決勝進出を決めています。やりました、大逆転勝利。というわけで次回は VS 地負けというわけですが、僕の手玉とテンションについてこれかな。頑張りマックス、楽しいさ。うるせえバカ野郎。豪華タレントたちが多数出演、人気テレビ番組が YouTube で見れる。充実のラインナップで配信、毎週月曜配信、ウイチとヒカルの面白いテレビ、毎週月曜配信、ゼニゲバ。
週火曜配信、嵐と松本。毎週水曜配信、逆転客。毎週木曜配信、魚拓男性の月とすっぽんぽん。毎週金曜配信、どうにか貧乏家族。さらにオリジナル番組未公開シーンも定期で配信予定。メンバーシップに登録して限定動画を楽しもう。リクエストもどしどしお寄せください。サイト7TV。